こんにちは、インスパイアの横田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、 Google マップが昨日ですね、また大きいですね、バージョンアップ、をいたしました。で、ちょっとこれはですね、かなりやばいことになってきました。僕が以前に予言していた通りですね、だいぶことが進んでるなってことが今回も改めて実感したわけなんですけど、そのことをですね、今日皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではですね、早速なんですが始めていきたいと思うんですが、今回は iOS と Android がありますけど、Android の方がですね、若干の機能が早く使えるものがありますので、Android の画面で説明していきたいと思います。ということで、私の Android 携帯の、こちらですね、Google が出している Pixel 2という、Android の携帯がありますけど、こちらの方でね、今日は試していきたいと思います。では、早速ですが、画面を見ながら説明していきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、ではですね、実際に行きたいと思いますが、まずね、Google マップのアプリを起動しますと。はい、起動しましたら、まあ、こんな感じでね、右のですね、今、経路、右下の経路って書いてるところの上のね、目玉みたいなマークのところを押すと、今いるところの近くっていうのが、まあ、このようにですね、あ、こうしろと、八の字にしろって言われてますけど、はい、精度が低いですよって言われてるね。これいいかな。はい、こちらでですね、実際にこう、今いるところの近くのものをね、探せるんですが、ここの中の一番左にあります周辺のスポットっていうのが左下にあるんですけど、これをね、押してみます。はい、そうするとですね、そうすると今いるところの近くのものということで、レストラン、コーヒー、観光スポット、もっと見るってやると、このようなですね、まあ飲食系、公園とか、あとはですね、エンターテインメント系、あとは食料品、美容品、日用品、ガーデニングとかいろんなカテゴリーがありますね。美容院、自動車修理、洗車、ドライクリーニング、ガソリン、病院などですね、いろんなカテゴリーがありますが、まあ、ちょっと今回はわかりやすく食べ物をしてみましょう。ここにいろいろとですね、カクテルが美味しいお店とか、地元で人気の居酒屋とかってあるんですけど、例えば一番左のロマンチックなレストランってとこを押してみましょう。はい、そうしましたら、このように候補が出てくるわけですね。で、例えばこの、ラ・ファットリアさんを選んでますね。そうすると、今までにはなかったものとして あるのがですね、この口コミの横のところにおすすめ度 47% とかって出てるんですね。で、なんだろうと思うから、47% でなんだろうと思うから押しますよね。そうすると、このお店、まあ、イタリア料理については大丈夫そうですと。だからみんながイタリア料理美味しかったよとかね、いうような口コミとか、もしくはカテゴリーが入っている、もしくはウェブサイトに書いているので、イタリア料理のお店らしいですよってことが言ってあります。で、お好みの場所を見つけましょう。次の手順に従ってマイマッチを改善しますということで、これは実は AI があなたの検索履歴とか行動履歴から考えて、おすすめっていうことを判断してるんですね。いつもイタリア料理の店行ってるからとか、いつもこういうものを食べてるとか、いつもこの辺に行ってるからということで、このようにですね、マッチ度を出すわけです。で、これで 47% で出したわけですね。で、この場所の評価ってところをね、押していきますと、ここにありますような近くのね、お店、今の僕が過去に行ったことあるようなお店とかこうやって出てくるわけですよ。で、ここの評価をしていくと、もっともっと、場所の評価のマッチ度が上がるわけですね。で、今度、フードとドリンクの好みを編集というところに行きますと、例えば、ここに上がっていますような、今、候補で中華料理、居酒屋、ラーメン、とんかつとか上がってるんだけど、ここの中で、こちらね、関心がある、あまり関心がない、これが関心があるよって言ってるの上向きの矢印で、中華料理あんまり関心がないよって言ってるんだけど、例えば、関心があるところの追加とかを押してみると、どんなものが関心ありますかというふうに聞いてきますね。例えば、この中で、シーフード興味ありますよみたいな感じで選んで、右上の保存とかってやると、今度多分シーフードの店なんかを僕はおすすめだよというふうに言ってくれるようになるということで、例えばこの中で、そうだな、
とんかつも好きなんだけど、とんかつがあんまり好きじゃないよってことになれば、このとんかつってとこを×にして、そして、追加って押すと。で、今度、別にね、何か足すわけですね。関心がないものの中にヘルシーとかデザート、デザートは入れましょうか。で、ここに、例えば、そうだな、校舎とかあんまり興味ないかな。よくわかりませんね。で、このような形で、保存と。保存できない。選んでいくことができるわけですね。で、これでマイマッチを更新中と、間もなくマイマッチが表示されますと、OK ってやると、今度は、このマイマッチの数字が今ね、ハテナになってますけど、これが、数字が変わるんでしょうね。これが反映されると変わるんでしょうね。だから、今までの検索履歴とか行動履歴が、正確になればなるほど、このマッチ率が上がってくるという機能ですね。これは結構、AI がやってますけど、面白いなと思いますね。で、これがここに表示されるようになったということです。で、これが一つ周辺のスポットの中からいろいろできるようになったものなんですけど、今度はですね、ここの中で、こんなのがありますということで、ちょっと見ていきますとですね、これちょっと戻りましてですね。あ、例えば、次にですね、ここにもイベントとかも出てるんですけど、ここの中の今度次のとこですね。やばいのはですね、この一番右側にあるおすすめってやつなんです。これが iOS はまだないんですよね。Android しかないんですけど、おすすめってとこをしますと、あなたの場所と、エリアですね。要するに場所っていうのは店とエリアを指定しましょうということで、あなたがよく行っている場所ということで、中央区によく行ってますよね。上越市によく行ってますよねって聞いてくるので、例えば中央区をこれフォローするってやると、中央区の情報がニュースフィードの形で出てくるようになるんですね。これ、今ですね、3月31日のが出て、なんかちょっと画面が動かないんだけど、このような形で出てくるわけです。で、これはお店を指定してるんではなくて、よく行くエリアを指定してるわけですね。では今度、ちょっと戻りましてですね、おすすめのとこの、今度はエリアではなくて場所の方。場所の方に来ますと、お気に入りと行きたい場所っていうのがあります。例えばこのお気に入りっていうとこに、追加とかって押してですね、で、どこに行こうかなということで、例えば何にしましょうかね。ラーメン。そうすると、いつも行ってるラーメン屋さんとかが出てきます。で、これをお気に入りに追加しておくと。これ多分、あれ、公開範囲も変われるのかな？公開範囲も変われないのか。共有？これ変えられないんですね。で、これで今、お気に入り入れました。そうすると、このお店の情報っていうのが多分ですね、出てくると。行きたい場所のとこに何か追加しましょうか。ここのとこにですね、例えば、うちの会社みたいなのを、こう選んでおくと、これが今度出てくるようになるわけですね。行きたい場所と。で、これ設定しました。そうすると、ここのとこに、どういう店がありますよってとこに出てくるようになるわけです。で、今、こう3月31日に、このお店がなんか人気ですよって読売新聞出ましたよみたいな感じが出たり、どこどこで紹介されてますよみたいなことがあると、だったらこの店に行ってみようかしらと思って、こうなんか保存とかってするとですね、行きたい場所に保存されましたみたいな形になるわけです。で、このような機能がきっとあるということは、今後ですね、Google マイビジネスの中に投稿って機能がありますけど、投稿すると、自分が行きたいお店の情報っていうのが、ここに流れてくることも多分できると思うんですね。で、これを、例えば場所だったら出るけど、例えばエリアだったら出なくて、エリアで出そうと思ったら、広告を出さないと、表されないみたいなこととかも多分やってくるんじゃないかなと思うんですよね。そうするとですね、これってもう完全にソーシャルメディアになっていて、で、普通のソーシャルメディアと違って、そのエリアをフォローするっていうとか、例えば今後は、さっきもちょっと指定しましたけど、自分が好きなジャンル、例えば飲食店とか、美容室とかみたいなのを、フォローするみたいなことも多分できるようになってですね。そうすると、かなりですね、その新規のお客さんに、自分のお店を見つけてもらう。しかも、自分の近くにいる人、エリアをフォローするから、近くの人に見つけてもらうってことも
できるようになると思うんですね。さらには、行動履歴があると検索履歴があるので、実際に行ったよとか、口コミとかね、こういったものも反映されてきますし、その人工知能が、おすすめするって精度もどんどん上がってくるので、自分好みの店がね、出てくるようになってくると思うんですよ。で、これは、Google しか多分できないんですよね。この Google マップというものを使って、お客さんのこの、位置情報っていうのを把握してですね、そして口コミできるようにして、で、このような人工知能に判断してもらってってことになってくると、ますます Google マップがやばいなっていうことになってくるんじゃないかなと思います。で、今回はですね、この iPhone はまだないんですけど、Android の方にあります、このおすすめというですね、iPhone の方では3つしかタブが出てこないんですよ、下のとこに。ここのとこに3つしか出てこないんですね。で、Android の場合は4つ出てくるんですよ。4つ目にそのおすすめっていうのがあって、フィードが出てくるっていうものが結構やばいなと思います。で、だからといって Android の携帯変えっていうわけにはいかないんですが、でもこういうものって、必ずね、iOS も対応してきますから、時間差だと思うんですけど、ちょっと、この機能はやばいぞということで、ぜひですね、Android の携帯の人がいたら、ちょっとお借りしてですね、その、どういうデザインになってるかっていうのを見ておくといいんじゃないかなと思います。で、さっきありましたね、イベント情報なんかもいいですよね。いわゆる地域をフォローしてると、この地域でこんなイベント情報がありますよとかですね。あとは、ここ1週間の人気急上昇店。最近なんか、すごく、例えば新しいお店ができたとかっていうと、当然混雑してますよね。そうすると、今までであれば、何時から何時まで混雑してますみたいなのが今表されるようになってますけど、その中に、急にね、この1週間ぐらい混雑してるってことは、あ、そういえばこれ Google マイビジネス最近できたばっかだし、お店がオープンした日も、記録する場所があるので、ということは新店舗で、やっぱりオープン当初からすごい人気なんだっていうことは Google わかるわけですよ。そうするとそういったものが出たり、あとはテレビで紹介されたとか、何か新商品が出たことで、それこそインスタ映えじゃないけど、インターネットで話題になったりとかして、もしくはリアルでの口コミが起きたりとかして、実際にそこにお客さんが急に行くようになってるみたいなことも Google はわかるわけです。で、それを、ここ1週間の人気急上昇店ということで、表示することもできるわけですね。で、このようなことになっていくと、まさにリアルの、実際に起きていることっていうのが、このスマートフォンで手に取るように分かるようになると。で、さらにこのソーシャルメディア的な機能、さっきお話したような投稿とか、あとクーポンも発行できますし、そして商品情報とかも登録できますし、で、予約とかね、こういうこともできますし、もちろんホームページも Google マイビジネスでできますし、ということになってくると、これはいよいよかなって気がします。で、これで一番大変なのは、やっぱ街の情報誌ですよね。グルメ雑誌とか街の情報誌は、もう自分の Google マップを開けば、イベント情報から近くでこんな店ができたとか、こんな店が流行ってるとか、ね、っていうことが自分のよく行くエリアでわかるようになる。っていうこと、さらには自分の行ってるお店、自分が行きたい店とか自分が好きな店っていう情報も、SNS みたいな形で得ることができるようになるっていうことはかなりやばいですね。ということで、今日はですね、Google マイビジネスの、Google マップのですね、新機能のことについて、お話しさせていただきました。Google マップに関して、またこれ詳細はちょっとニュースの記事をですね、リンクに貼っときますので、またそちら見ていただきたいんですけど、Google マップは、本当にこの1年ぐらいすごい変わってて、で、ブログでも何度もね、紹介して解説してるんですけど、なかなかね、順序だって、勉強することができないかと思いますので、Google マップの教材を僕は作ってます。で、3時間、丸々3時間のセミナー映像に、みっちりノウハウが入って124ページのものでですね、5000円で、販売してますので、ぜひですね、買って勉強しとかないと、今回みたいにですね、本当に毎日のように日進月歩で新しいノウハウが出てくるので、もう整理しきれなくなってきているぐらい、本当に情報満載なんですね。ぜひですね、今からで全然遅くないですから、勉強していきましょう。今日は Google マップの新機能についてお伝えしました。インスパイアの北でした。ありがとうございました。バイバイ。